雷獣目ないし輝き獣目は哺乳類の絶滅した目の一つ。新生代、赤月新生後期から中心与中期にかけて南アメリカに分布していた。アストラポテリウムかアストラペラザーデイ、トリゴノスティロプスかトリグナスタイラパデイ、エオアストラポスティロプスかイーアストラパスタイラパデイの3、カオゾクセシム。雷獣ことアストラパテリアというヒケモノメウも思わせる。 ユーモラスな木名は、アストラポテリウムを発見したヘルマン・ブルメステルによる命名である。これは復元されたアストラポテリウムの異様が、雷のごとく方向する姿をイメージさせたためである。雷獣目は馬歪み中目の中の一群であり、南アメリカ大陸で独自に進化を遂げた、哺乳類と考えられており、他の動物との系統関係は明らかになっていない。 代表的な種であるアストラポテリウムでは、体長2.5メートルから3メートル、体高1.4メートル、体重約1トンに達する。装飾であり、姿や生態は、カバやバックに類似していたと考えられている。上顎に湾曲した牙状の剣士があり、長く伸びている。また、 ビブの骨格形状が像に類似していることから30センチメートル程度の伸びた花が復元されることも多い。ヒラルコテリウムミオウは特に大型であり、体重が6.5トン弱とアフリカウに匹敵する体育に達したと考えられる。ありがとうございます。